にちは。こんにちは。マスターです。Cさんです。キラリさんが来年の、3月でバーも卒業してしまうんですよ。はい、ね、もう5年ちょいぐらいか。うん。あれっすよ。大変ですよ。すごいですよね。ずっといましたよ。ずっといましたよ。と。ね、それで、まあ卒業してしまうと、まあ戦力がガンと落ちますよ。うん、人がいなくなるからね。人いなくなるんで。うん、ね、歴史を知ってる方がいなくなるってことは大変なんですよ。昔の話しても誰も分かりませんからね。誰ですかみたいな。昔のスタッフが来ても、誰ですか、俺は全部、俺はそこだけ盛り上がって、うおーとか言ってるけどさ。久しぶりとか言ってる。この人は誰も話しかけて、背中でこうやって、ね。誰ですかみたいな。そうそう。で、まあ一応この C さんは、一応今一番うちの店で新しい、フレッシュ、ニューカマーです。大学2年。今2年生、平井さん4年で卒業で就職です。そうです。で一応キラリさんが卒業してからの、その後継者って言いますか、なんて言うんですか、入れ替えってわけじゃないですけど、なんかね、もうバトンタッチで技術を全部そうですね、知識と、そうなので、そこら辺をねしっかりと、考えていかないと、お店実は店2年後ちょっとめっちゃ大変なんですよ。2年後マジ笑えないことが起きます、視聴者の皆さん。やばいっすよ。視聴者の皆さんは別に見てる分には問題ないと思うんですけど、現場結構切羽詰まってます。やばいっす。まあどういうことかというと、キラリさんはまあ、あと次の3月で卒業したんですけど、そのもう1年後ですね、次の3月に C さん以外スタッフ全員卒業でいなくなります。ちなみに5人卒業です。やばいよね。過去最やばいです。一番です。5人卒業同時かぶりはないです。やばいよね。そうなんですよ。だからスタッフがほぼ C さん1人になっちゃうんですよ。やばい。やばくないですか。やばい。これはね、ちょっとうちのお店としても、いやもう2年後って分かってるんだけど、なんとかしないかなと思ってて。でも今入れてもなんだよね。今入れてると多すぎなんですよ。しかもさ、5人抜けるのにさ、5人必要なわけじゃん。どこでこの10人をやりくりするかだよね。そこがちょっとところが楽しみなんですよ。やばかった。まあ、間違いなく、あの来年の、再来年の3月で5人抜けるんで、そのまあ半年前ぐらいには入れたいんですよ。早くて、あ、遅くても半年です。教えたりやりますもん、ね、教えたり、まあ、4人か5人か分かんないですけど、うん、まあ、4人でもいけるのかもしれないけど、その人の出る量によるけどね、ただやっぱ毎日みんな出れるわけじゃないから、やっぱ半年は絶対遅くても、一時的にすると今既存のスタッフ5人います。で新人が5人入ります。で C さんいます。すごいことになるんですよ。もう過剰でもうすごい、もうシフトの取り合いが始まります。やばそうだね。もう戦乱ですよ。戦ですよ、本当に。やばいですよね。しかもその教えなきゃいけないしさ、なんかさ、新人と妹スタッフ5人と5人じゃん、こっちがさ、こっちだけ出れてもさ、こっちがいないと教える人しかいないじゃん。その組み合わせとかも大変だよね、シフトとか考えるの。やばそうだよね。だからほぼ出れない人がいっぱい出てきます。全然今週出れなかった、ね、今週入ってないみたいなの全然あると思う。全然ある、集中して先輩一人だけ置くとかでもできないから、どの先輩もみんな教えれるから、それで半年後育った場合同時に出るなんてことはないんで、もっとやばいじゃん。もっとやばい。もうだから11分の1じゃん。そうやばくない。やばいっすよ。しかも7千代提供だから6日間を11人で取り合う。やだ。まあでも週末はでも2人出れるっていうのもあるんですけども、そこがどうなるか。新人でやったら俺がヒヤヒヤするじゃないですか。確かに、これ今日満席なのにやべえってなるじゃないですか。確かに。でまた新人だから先輩にすると新人育たないじゃないですか。忙しい時にやるねと難しいですよね。組み合わせが大事。そう考える。そうなると C さんが先輩になるんですよ。そうだよ。生き残り族になるんですよ、そう。大先輩になる。そう、もはやもうあのオープニングスタッフ的なノリで来るから。そうだよね。先輩ほぼいないじゃんみたいな。そっか、みんな5人ですって。だってそうだよ、
新人足す C さんみたいな。そう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 、もう勢力強すぎてしかも。やだ、乗っ取られるんじゃない。そうそうそう、違いますよ、やり方みたいな。好みなしですよ。やばいね、結託してね。僕はそう教わりましたとか言って。やばいね、全然本当ね、やばいですよ。どうしようかなと思って。やばいね。だから面接も相当、私もうほんとめちゃめちゃ慎重に行きます。過去13年まあいろんなスタッフにお願いしてきて、うん、人間性を相当見極めてね。その1回の面接でね、チョコバでとかも分かんないよ普通は。普通は分かんないよね。分かんない、この子に頑張られるかなと思ったらバックレた子も過去いるしね、うん、えってなんでっていたしさ。あとちょっとやっぱその協調性とか結構うち大事にしちゃうんですよ。うん、周りのスタッフとのその打ち解けられるか、ちょっと連携とかさ、相性とかも結構あるんで、それを面接で見極めるの結構難しいんですよ。絶対いるもんね、そこって。いる、大事じゃん。そう、一匹狼タイプを取ってしまうと周りの人、週末できない。そう、週末ちょっと厳しいんで平日だけかなとかね。いや、平日なら私なんで何でもいいんですけど。勝手に狼になってもらって勝手に頑張っていいんですけどね。やっぱそこら辺の連携を取れる子なのかなとか、あ、この子あの子と多分合うなとか、そういうのもあるじゃん。でも基本そこら辺は C さんに合わせないといけないの。お、卒業するであろう子にこの子と相性いいって言っても、もうその子出ちゃうから、いずれ。ただそれ入った子たちと先輩の C さんと その連携とか考えたら結構慎重にいかないと。だからちょっと私的に、あの飲食店の経験がある人の方がいいのかなとか、飲食店接客か、あ、そう、接客経験ありますっていう頃がやっぱいいのかなと。初期のスタート値が違うのかな、全くしたことない人を育てるよりも、そう、そこ重視かもしれない。ほんと2年後シャレにならないんで、まあでもどんな方がね入るか分かんないです。もう年齢とかも全く分かんない、うん、もしかしたらもうおばあちゃんとか入るかもしれない。シニアスタッフが、そう、すげえやる気になる、やる気になる、ね、そうですよ、超できるやつ。私ね、あの丸亀製麺すごいと思うんですよ。丸亀、結構いいじゃないですか。丸亀製麺は結構シニア のおばちゃまたち、まあほとんど女性なんですけど、うん、おばちゃまたちが 5,6 人でもすごいですよ。しかもめっちゃ早いよね、仕事が早いですよ、早いですよ。ボケないよね、絶対。ちょっとすごいなと思って、あれ見てて、こうやってやっぱり食べながら見ちゃうんですよ。いや、めっちゃ大きいなとかね。すげえなって。スカート、体めっちゃ動くよね、そういう人たち。そうそうそう、ちゃんとしっかりしてる。そうなんですよ。ただまあ、うちのお店におばあちゃんいてもちょっとちょっとね、まあ、ちょっとやることが多いね。やることっていうか、覚えることが大変ですね。5人いるうちの1人とかじゃないじゃないですか、うん、2、3人でいろんなとこ見なきゃなんで、人に正直頼ってられない部分があるんですよ。自分がどんどんやっていかないといけないじゃないですか。まあ本当手足りなかったら助け合ってやるだけやるんですけど、多分面接の時は C さんに立ち会ってもらうのが一番いいんですよ。おー、いいねそれ。今までないよね、スタッフ立ち会いって。あ、あるある、いっぱいあるよ。あるの、ね、ヒラリさんあるでしょ。あ、立ち会いってそういうこと、ね、一緒に面接官とかじゃなくて、あ、面接の時にこの横にいて、うんうん、聞いてるみたいな。ちょっとうっすら見ながら聞いてる。それはあるわ。どういうこと喋るんですか、面接。面接の、あ、私ね、面接は基本的に、なんかちょっと冗談言うんですよ。くだらないこと言うんですよ。アホなこと言うんですよ。で、そのリアクション見てるんですよ。ガッチガチの子が多いんですよ、やっぱり。確かに、面接は。この子笑うのかなとか思うと、ちょっとアホなことを言って笑かすんですよ。そうするときにリアクション、あ、この子笑う子なんだ。あ、この子リアクションちゃんと、声出して笑う子なんだ。なんか笑う子はいないけど、なんかでもなんかちゃんと、あ、リアクション取れるんだったら、じゃあこの子は多分普通に問題ないなとか、挨拶とかも多分するなとか、目合わせる合わせないもめっちゃ見ますよね。あ、うん、前にものすごく美人な子が来ました、ね、でそこに横にいたスタッフも、いや、あの人めっちゃ美人でしたって言ってて、あ、まあまあでも俺と一切目合わせないな、もうずっと下見てる。そうですね、はい、はい、週2か3ぐらいの目、すげえなんか目合わせねえな、これじゃお客さんとも目合わせねえやと思ったんでお答えしたりとか、うん、あ、そういうの、そういうの見てます結構。だからくだらないこと言ってるのはそういう理由があるんですよ。その子のリアクションです。ハハハハハって笑う子は多分陽気だなと思えば採用近づくし、もうずっと可
固まっちゃってて、そうみんななんかちょっと硬いなって思っちゃうしさ、そういうとこを見て、でもお話は履歴書を見て志望してくれ、いっぱいお店ありますけど志望した理由は何ですかって、大体が時給とかさ、うちの場合は時給が高いんでとか日払いだったんでとか、大体そこから働きやすそうとか多分実際分かんないじゃん、来たことあればあれだけど、お客さんとしてめっちゃ来てたんでとかだったら、来てたよねとかさ、分かる分かる結構来てくれてるよねとかだったら打ち解けるけど、それが初めて来た人が働きやすそうなんて言ったって分かんないじゃん、確かに、うん、だからまあ多分時給とか、ああそうなんだねとか、あと聞いた、家近いですかとか、ない、来る手段ありますかとか、そう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 、学生間に合わないね、そう学生だった場合はバスで来ますで、帰りの手段がないんでって場合は一番うちのお店のヤバいところですよね、で一時期問題、スタッフの中で勝手に問題になってで帰り送ってるんですよ、送ってるんですよ、学生とか普通にもうマスターが車で、そうそうそう説明しちゃってください、ちょっと、はい、説明、変な噂流れてるいや普通に私も怪しいと思ったんですよ、私があの受ける時もそれその書いてあって、タウンワークだっけ、タウンワークに募集してあって、はい、でなんかまあいろいろ書いてあるなんかなんだっけ、なんて書いてあったんだっけ、なんかさ帰りの交通手段がない子はない方はマスターがそう送って帰りますみたいな、帰り送りますよって、えみたいな、どういうことって思うじゃん、高校生ながらに思ったんでしょ、そうだって高校生とさ店主がさ、あでも高校生の場合はあれか10時で上がるから遅れねえな、まあ、でも車持ってない子とか免許取ってない子とかだったら、大学生とかだったら別に閉店まで入れるけど、確かにそういう子は手段がないので、そう送るっていう、あれそれがもう怪しすぎて、えどういうことって、そんな人いないじゃん、だって飲食店のさマスターとか店長とかさ、オーナーさんがわざわざそのスタッフが、まあ、分かるけどその理由は帰れないじゃんっていうのは分かるけど、そんなとこなかなかないから、もう怪しいとしか思わなかったよねめっちゃおもろいしかもそれを休止で書くって送りますって、いや俺も何の悪気もなかった、いや普通に考えたらそうじゃないですか、うん、確かに、じゃあ時給で日払いで稼いだ分タクシー代で消えてもいいんですねって、10時以降ほぼタクシーで消えるから、ね、働いてる意味ないよねって言いたくなる、そうなんだけどいないじゃん、いや迎え来てくれる人がいればいいけど、親だってさって思っちゃう、あ12時半1時とかに迎え来る親の気持ち考えたら、もう俺だったら面倒くさいのよ、なんか俺としては別に送るのは別に普通、俺も夜型で寝ない人間なんで、居眠り運転で毎回眠いよって言って送ってるわけじゃないから、いや別に普通送るよって、別に送ってそのまま俺は吉野家で牛丼食って帰るわみたいなさ時もあるし、うん、入ってから私もその同期の人と K さんね、はい、K さんとそういう話になって、はい、ちらの時書いてあったよねってなって、あれマジ怪しくねとか言ってめっちゃ話盛り上がって、そしたら周りのスタッフもえ待って思ったんだけどみたいな感じで盛り上がってこう話になってたんだよね、大体の子がね親に相談したってどう思う、ここめっちゃした親もね、いや怪しいわねって言うんだK さんも言ってた、え何そんな、何その店怪しいわね、送ることをそんなに悪だと思われてるとあんま思ってなくて、じゃあ俺が帰るお疲れ、はいっつってそれをえっとかって想像するとかわいそうじゃないですか、かわいそう、確かに、いや普通に入ったら入ったでめっちゃありがたい制度なんですよ、送ってもらうね、私もね、その代わりはマック行ったりしちゃうよ、うん、たまにね、ソフトクリーム食いたいから、うん、ごめんちょっとマック売っていいっつっているっつって、別に寄ったならいるって言って、ああいりますって言ったらソフトを2つくださいっつって1時半とかにソフト買いたいとか出て帰るわけですよ、俺が食いたいからね、でスタッフのその横に乗った子、いやいらないですよって、すいませんあの1本でいいんですかっつって1本だけ買って、よし帰ろうっつってみんな寄り道しててそんなですよ、うん、普通のことだと思うんですけどね、なんですか、なんか本当ね山に連れてかれるんじゃないかとか言った子もいました、どっか連れてかれたらヤバくないみたいな心配、そうだよね、しねえよそんなこと、入ってしまってさこうやってやり取りしてればさそういうことしないってわかるけどさ、しねえよやっぱりさ、受ける前は全く赤の他人なわけだから、知らない人に家まで家とか家の近所とかまで不信感は持つよね多分、
警戒しちゃうんだろうね。でもそれ書いとかないと求人来ないかなと思って諦めちゃって。でも行ってないけど、じゃあダメか、帰れねえ私って思われるの嫌だから送ります。入ってから弁解するのもいいかも。怪しいと思ったみたいな。違うよ違うよ違うよとは逆に言います。違うよ違う違う、でもしないからね。逆に気持ち悪い。しねえってばって。本当にどうでもいいんだ俺は。早く帰ってゲームがしただけなんだよ俺は。ただやっぱりちょっとほっとけないからさ、かわいそうだからね。だから自分で車で来てる子は別にそれで帰ってるのなんとも言わないですよ。だからこれからその入ってくる子も移動手段がね、交通ないかもしれないじゃん。確かに。そう、別に送りますよって、それだけですよ。怪しい。でも俺は多分それは永遠に俺は書き続けると思う。うん、うん、まあ大事だしね、結構それ書いてあると。そう、引かれることもある。面接で言ったらわって言われたこともある。あ、大丈夫ですってめっちゃ引いてるこのこと。彼氏迎え来るんでみたいな。なんか聞いてねえじゃんそんなこと。痛い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 。私狙われてる。狙ってる。彼氏が迎え来るんで。いや絶対毎回来る彼氏の気持ち考えると思うんだけど、ね、私彼氏いますから手出さないでくださいアピールでしょ。全然どうでもいいです本当。どうでもいいです本当。そこら辺が本当に手出さろ。考えすぎだよ。しかも被害妄想だよみんな。離婚者そうだよ子供いるから。そうだよもう、ね、そうそれは、ね、そんなことやってたらね2013年もやってませんから。本当に2年目ぐらいで店閉店だよ、ね、本当にそんな早速やってたらな。噂なんかすぐ広まるんだから。今の店潰れたよね。スタッフに手出したらしいよ。バイトを毎回持ち帰りしたらしいよ。あでもそういう人もいますから気をつけてください。私いないとはいるの。います。噂ではあるんだよ。あるあるある。スタッフあるじゃん。スタッフに手を出すっていうのはあるみたいですよ。居酒屋系やっぱ多いらしいですね。なーなーにするよね。もう悪い人は悪いから本当にいる。マスターは大丈夫だよ。私は全然そこら辺は安心してる。いやマジだな。5年働いてきて実績あるから大丈夫。ですよ。怪しくないですよ。そこら辺は本当に大丈夫です。マジ大丈夫。大丈夫、はい、大丈夫。誘ってきた子がいたら多分降りてくれって言うとか。最悪ね。女の子がメスティアラと言ってしまう。ただ万が一そこらもそうだし、逆に、ね、逆パターン、逆に警戒してる、ね、逆パターン。俺が警戒してるの。何この子って。俺遅れない、降りていいよっつって。ごめん、そういうの嫌だったから。でその子こうやって振られて、そうそうそう、こうやって本当に入りたかったらいろいろ対策してくるだろうけど。私ね自慢じゃないですけどアルバイト落ちたこと一回もないんですよ。すごくね。うん、なんか大体受かってますね。いろいろバイトしましたけど落ちたことないんですよ。じゃあいいんだね、面接が。え、普通だバックれたことありますけどね。ああ。バックれたことあります。私もあります。すいませんでした。私もあります。あるんだ。うちら謝罪動画撮ったからね。偉い。私も撮らなきゃ。バックれたことあるんですか。ありますね。じゃあちょっとそれはじゃあ一旦それは今次に今日ついてますということでね。うん、でまた、まあ、今はまだこのメンバー C さん新人ということで頑張ります。はい、教えます。はい、結構もうできるからね。できる、うん、結構覚えが早いから。そうですね、いい先輩になります。はい、ということでじゃあ皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい。